ホーヤーハーゲンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のニーンブ武力、ベーザー軍に属す、マチソンでザムトゲマインデグラーフシャフトホーヤーを構成する自治体の一つである。ホーヤーハーゲンは、ニーダーザクセン州の地理上の中央にあたる。この測量は2001年に行われた。2003年5月23日に高さ約1.5メートルの石碑が建てられた。 ホーヤーハーゲンの町下会は旧議席からなる。斜めに二分割。向かって右上は金字で分割線から現れるオランダ風車。左下は緑地に跳ねる白馬。多層階の基部を持つオランダ風車はこの町の広々とした田舎の風景を特徴づけている。金と黒の配色はホーヤ白ーを象徴している。馬は農業を主体とする。 この町の経済構造と、ニーダーザク選州への帰属を示している。背景の緑色は、草原、牧草地、森を表現している。森の中に、ユダヤ人墓地がある。これは1714年に、法屋のシナゴーグ組織以外にも開かれた、埋葬地として設けられたものである。最後の埋葬は1941年1月に、なされた。百四十五年三月に、 大きな損傷を受け、古い墓石の多くが持ち去られたり、廃棄されたりした。芸術的な文様やヘブライ語の名が刻まれた、現存する180基の墓石は、このユダヤ人墓地が文化史上貴重なものであることを示している。ありがとうございます。